まあ、雰囲気は普通に出てますね。そうですね。なんか田舎っていう。田舎のよくある神社みたいな。うん、ただ今回行くのはその廃神社っていうのかな。まあ、寺院かちょっと分かんないんですけど、お寺か。ちょっと種類を。うん。ちょっとなんかネットのやつも結構どっちか分かんないっていうふうに書いてあるんですけど、まあ、一応廃神社的な形ということで。よいしょ。というわけで、目的地に着きました。なんか感じるかって言われると特にマイナスイオンですね。すごいすごい、なんか湿気強いね。すごいですね。湿気強いよね。本当になんかマイナスイオンがまあ湿気というか湿度高い。すごいなんかこう肌にこうまとわりつく感じ。でも優しいですよこれだったらね。なんか田舎の独特のなんかこういい空気っていうのかながある。え、大阪でこういうところあるんだ。で今回行くのが巌流寺かな。で合ってるのかな。巌流寺です。はい、巌流寺っていうところなんですけど、七面大明神っていうのかな。まあ神様を祀ってる神社なんですけど、そこがこう2002年だったっけな、2012年かな、ちょっとその辺曖昧なんですけど、まあ捨てられたということで。捨てられたっておかしいよな。まあ廃棄されたっていうことで、まあ何の原因があったかちょっと僕もわからないんですけど、まあそういった形で、まあやっぱ神様をね祀ってたっていうところがこう捨てられたということで、すごいこうまああんまり良くないパワーが集まってるっていうのかながあるみたいなんで、ちょっとね今回、探索していきたいと思います。まあ今まで行った心霊スポットっていうのは仕切りトンネルと、あとどこだ、滝畑ダムかっていう形なんで、まあちょっと初めての試みになるんじゃないかなと。もうなんかザ山道みたいな形でゴミが捨てられてあったりだとか左側にこっちに記号書いてます。あはいはい、巌流寺あります。じゃあ僕が先頭で。はい、遅いですね道は。まあ、こういう細いところって結構恐怖心与えるんで。あれないぞ。これじゃないかな。これかな。これちゃんとしたお寺じゃない。これなんか別のものだよ。これ昭和建物みたいな。じゃあ違うんじゃない。あ、巌流寺。あれなんか意味ありげにオープンっていう。この先は何だろうね。関係ないのかな。巌流寺の泣き跡っていうのかな。本当はね、1年前は綺麗な神社あったんですけど、綺麗な神社っていうかまあ捨てられた神社あったんですけど、今はない。いやけどなんかああいう倉庫とかもほら見て、草まみれ。本当だ。あれなんじゃないかな。なんか一人で行かれるからなんかあります。いや、道っていう道はない。うん、なんか巌流寺の跡っていうのがないですね。普通になんかこう非常とも聞こえないし、けどなんか雰囲気、そういうこのね、なんかそういうのありますよね。多分この岩とかこういう、うん、まあ多分そういう跡地じゃないかなとは。こっちの方がすごい気になるんですよね僕。けどなんか草が伸びっぱなしだからな。すごい雰囲気すごいですね。そこら辺からなんかこっちっすね。こっちっすよね。何がなんか向けたくないというか。なんか何、いやじゃあ見えないのであれば行くべきですよ。向けたくないのと気になってしまうね。なんかここら辺。あ、水辺。井戸。うん。まあなんか水辺があるんですけど、ここになんか井戸っていうのかな。井戸ではないよな。溜めてる感じですか。うん。そう、そこ見たら分かると思うんですけど、水をね、溜めてるんですよ。でもこのハサミとかって使ってなさそうな ね感じは。もう、まあ、てかもう全然てね、放置されてますよねこれ。まあ、こんなもんか。まあお水を溜めてるところがありましたよと。でまあちょっと廃墟っぽいのかな。どうしても後ろ気になりますよねこれ。山こっちもどこに繋がってるんですか。ね、これはもう通路っていうか水路を確保してるだけ。もうただ、うん、降り立ってるような感じで。確かに。で一回戻ってどうしようかな。巌流寺どこにあるんだろう。まあ、けど何かしら多分これ関係ありますね。こんだけ綺麗にね石詰まってて、でしかも松がね結構伸び放題なんですよ。
そう、結構なんかそういう和っていうのかな、庭園というかを考えさせるような作りの廃墟だ、廃墟というかあの部屋だったんですけど、特にまあなく、であとはどこだろうな、これは本当だ、ちょっとまあ建造物っていうか、まあ、多分最近建てられたものだと思うんですけど、ちょっと怖いですね。説明かな。でもまあ綺麗、彫刻の教母園、ここですね、教母園。ああ、はい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 。じゃあお墓、さすがにちょっとお墓は写すのは NG かなと。いや、なんだあれ、なんかね、よくホラー映画に出てくる教会的な青鬼の家みたいなね。とりあえずこっち行ってみますか。さっきの場所が死んでたりとか。え、残念、ヘビさん。あ、ヘビがなくなってる。なんか雰囲気すごい出てきましたね。うん、もうさすがにここまで来ると民家というか、なんかこう家みたいなのは建ってるけど、もう舗装が終わりましたね。結構降りましたね。うん、もうライトなかったら後ろ見えないですよ。すげえ、うわ、え、こんな暗いんや。まあ、見つかりなくてもいいから。真っ暗です、ほら。街灯という街灯がもうないですね、なんも。てか、まず虫の音すらも聞こえないから、川の音しか聞こえない、今。ん、ここじゃないか、あ、ここかな。おう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 、これらにフェンスがあって、フェンスがあって、カマがあって、これか、結構奥でしたね。これこれ、これ、こっち、こっち、右、左は看板、これ左もなんか寺院あるよ、なんか登るところがあれでしょ、白いフェンスは立ってます。じゃあちょっと看板下げられるんですか。失礼します、とりあえず入る。すごい蜘蛛の巣張ってるんだよね、上の方がすごい。そうですね、大きいですね。うん、これもまああの本殿に行く前のところっていう形なのかな、なんかおちょこっていうかお墓というか。ん、なんか変なの置いてある。なるほど、なんか虫多いね。おいしい。で、ここが新しく建て、まあ新しくって言っても神棚、まあ神棚っていうか、これは、あ、でも、はい、あれって動画で神様の仮置き場って言われてた場所じゃないですか。どれですか、あの奥の。あ、これか。なんかこんな銀色のやつにガムテープで神様仮置き場って。中には何もないですね。うん。でもその後ろにこれちっちゃい鳥居がありますね。あ、ほんとだ。うん。わ、蜘蛛の巣めっちゃある。まあなんか、多分これロッカー立ってたと思うんですよ、ここほら。うん。もうこれ倒れたって感じですね。倒れたって感じですね。多分これ鳥居の跡でしょ、この、ね、これとか、うん。誰かが悪さしたか自然的にかって。もしくは自然じゃない何かかって。鳥居は多分自然には倒れないと。このままこれを下っていくとか、登っていく感じ。登れるんですか、これ。これじゃないですか、この黒い線をたどっていく感じじゃないですか。多分で、あの白いフェンスはあの崩れ防止というか、はい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 、じゃないですかね。すごいありがたい解説を。わあ、すごい狭いな。これって言ってた、七面大明神。あ、はい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 、七面大明神。すごいなんか虫多いですね。もうやっぱ山の中で虫に来ると、まあライトを照らしてるんで、ね、じゃあ先々行きましょうか。ね、さっさと移動して。七面大明神。左側の足元だけ気をつけながら、ね、はい。もう一気に左崩したら終わりなんで。うん。もう川一直線に落下っていう。すごい狭いな。わかるかな、ほら。やばいなあ、これは。わあ、急だし。ね。本当に危ないですね、一歩踏み違えたら。なんか今回自殺の名所っていうのかな。飲みも置いてあったっていう。あー、なんかその水汲み場っていうか、お手手洗うみたいな。なんか上にボトルとか置いてあったっていう。あ、ほんとだ。まあなんか掃除道具あったりだとか。そうですね、なんかお酒が置いてあったりだとかしますけど。天地と共に生えん岩流の水に月世辞、塩も八千代も。おー、うん、塩も八千代もって、確か永遠とかなんかそういうことでしたよね、確か意味が。え、なんか崩れてこの先、行けないんですけど。あ、
あれじゃないですか、あの僕が今照らしてるあそこ、あの顔、ああれっすね、あの、それさ、じゃあさ、それちょっと出っ張ってなって、出っ張ってるあれあれ、あれ、あれどれだこれ今、ぐるぐるなってるけど、のセンター顔で、どっち行けばいいんだ、これは まだ上行ったらいいのかそれっすね、じゃあさ、えこっちそっちじゃないこっち、うん、おー、びっくりしたーいこっち通れるのかあ、通れるやっぱりこのなんか最初はこれちょっとこんな狭いのか？え、今日ちゃんと階段なってるもんね。なってますね。足場注意です。頭上がこう開いて、うわもう進まってできないようなこれ降りるのは危ないですね。ね。足元照らしながら行かないと。なんで心霊スポット来て体力使わなあかんねや。まあ前もこんなんだったじゃないですか。そうか。前トンネル歩いただけやん。いや、2個前か。錦切も。錦切はちょっとまあ。歩いたっすね。待って、この先ちょっと行けないぞ。あ、無理ですね。崩れてる感じですか？うん。木で塞がってる。あ、行けるかも。ちょっと無理やり行きますわ。危ない。よいしょ。無理やりっていうか、普通に半身にすれば行ける範囲ですけど、これさっきの頭上ですね。ですね、上がある。よいしょ。入ったな。ね。なんか怖さより、あの地面がしんどさが上まで来ました。あ、いけるいける。あ、ここめっちゃ注意ですね。一気に落ちちゃいます。落ち板踏んでるんですね。うん、よいしょ。うわ、一気に泣き始めたな。ありえないぐらい。ここが動画で。あ、ですね、ですね。最後までやった。え、これ以上登れます？無理です。これ以上はもうこれで多分動画の1年前の動画のやつも同じですね。ここで終わってました。進んでも何もなかったと。ということで、これ結局何だったんだろう。見たことないぐらいのサイズのナメクジが。うわ、びっくりした。土の子や。え、土の子やん。ほら。もう模様これだけ見たら土の子っすよ。やべえ。いや、いいんだけど、これってここ登れんのかな。いや、危ないっすよ、これ。こっちまで行ったら行きますよ。分かんない、ちょっと行ってみるわ。はい、よいしょ。めっちゃあのもう柵がないから、いや、無理だね。ですね、無理だね。もう柵がないから山に帰っちゃいますね、このまま行くと。水の塊っていうのかな、がなんか幽霊が出るだとか出ないだとかいう話はあるみたいなんですけど、なんかけど左の方がずっとなんか聞こえるんですよ。なんかね、こわーこわーこわーと。まあでも動物ですけど。これはジャンパー。何？これ。読めないな、柵が邪魔で。何書いてんだ。山は神様の生命。恐ろしい神様の山です。おう。その神様は七面大明神と申します。七面大明神はこの山の頂き、頂上に書かれてあります。今までこの山の神様に神様の怒りに触れたもの、何人もの人が生命を取られています。神様にたたるような触るようなことをすると不幸にな恐ろしいことが起こります。しかしこの神様に綺麗な素直な心で手を合わせればどんな願いも叶えてもらえます。不浄なものを汚い心または騒がしいことを嫌われます。皆様も素直な心で七面大明神に手を合わせましょう。合唱しましょう。スナイパーライフル、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 スナイ
後ろ下がれ。お、倒した。池田やった。これ何、何これ何、スパイダー雲の皮。あ、来てください。やめろー、何も気が動かない。駐車止め。おーしゃ、マジで嘘、お前が、お前が、ちょっと待って、嘘やろ、フリーホールでマジで嘘やろ、え、違う違う違う、マジでわざとちゃうやん、マジか、全然見えへん、全然見えへん。